香川といえば讃岐うどん。作る工程でどうしても出てしまうのが切れ端などの食品ロス。その量は年間3000トンにも上ります。そこで廃棄うどんを利用してですね、バイオマス発電事業を開始しております。うどんから電気を作る、もったいないから生まれた新たなプロジェクトに迫ります。フューチャーアース、未来のために。うどん県でおなじみの香川県、こだわるがゆえの食品ロスがありました。星は命でございますので、時間が経ったうどんはお出ししてないわけです。泣く泣く処分される廃棄うどん、なんとかならないかと相談したのがこちらの企業。担当したのはエンジニアの尾崎さんです。今どうされてるかっていうと、食品廃棄物全部燃やされてるんですよね、化石燃料を使って。それを燃やさずに発酵することによってガス化できる。尾崎さんたちは独自のプラントを開発しました。うどんなどの食品廃棄物をタンクで密閉、30日ほど発酵させメタンガスを回収、そのガスで発電機を動かします。1トンのうどんからおよそ40世帯分の発電に成功しました。香川県で廃棄されるうどんから単純計算すれば12万世帯分にもなります。地元のさまざまなその食品であったり、おでんであったり、そういったものを全部入れていけばですね、エネルギーの地産地消にもなると思いますね。メリットは他にも。発酵させた後に残る食品廃棄物は肥料として再利用しました。地元の農家さんにも好評です。これを残る土壌の環境が良くなる。廃棄うどんから電気を生み、新たなうどんも作り出す循環。もったいないの輪は全国に広がり始めています。外部に排出していたゴミを使って自社の敷地内で発電することができておりますので、課題解決にとっては大きなものでした。スーパー大手ライフは去年、大阪市でこの発電プラントを導入。年間4000トン以上の食品廃棄物を発電に利用する計画です。日本で発生する食品ロスは年間522万トン。もったいないままで本当にいいのでしょうか。